こんにちは。今回は日常のヤモリ給仕です。前回のヤモリ動画では飼育2年間のヤモリ飼育をまとめました。今回は日々の日本ヤモリの管理である餌やりです。餌やりはだいたい週2回ぐらい与えます。自作ケースを製作してから、後ろの隙間に隠れていることが多かったですが、今年からはウェットシェルターにいてケースの前面にいることが多いです。環境にも慣れこちらの様子を伺い、餌を欲しがっているように見えます。今回は大きめのレッドローチ1匹を与えてみます。こちらが現在6月の日本ヤモリくんです。ケースの前では餌の準備をしていますが、舌をペロペロして待っていますね。これは餌をもらえることを理解しているかもしれません。昔はこんな様子は見られませんでした。ケースを開けて、投入。だいぶ差が大きかったので迷っていたかもしれません。口いっぱいの大きい餌でしたが、ヤモリくんはもう大人になって顎の力も結構強くなっていると思われます。平たい口に平たいゴキブリは食べやすそうです。野生のヤモリが隠れている場所にもよくゴキブリがいるはずなので、よく食べている餌かもしれませんね。すぐに飲み切りましたね。大きい餌なのでこれ以上与えても食べないです。管理としては、水が減ったら補充して、糞が溜まったら全面的に掃除するだけです。ケースは室内に置いておくだけで、冬も保温器具なしで過ごしています。ということでヤモリ給仕でした。過去に自設させてしまうトラブルがありましたが、それ以外は問題なく飼育できています。日本とかでは日光浴ライトの準備など、広いケースやお金もかかりますが、日本ヤモリは餌の準備さえできれば簡単に飼育できます。これからも長期飼育を目指して管理をして報告していきます。それでは今後も生き物の報告をしていくので、次回の動画もよろしくお願いいたします。